しくお願いします。1曲目なんですけども、あんまり有名な曲なんですけど、たまたま映画見てたら大友康平さんと、あと若い方は分かんないですが、リリーさんっていう歌手知ってないよね、その子たちが映画に出てたんですね。それでその主題曲がこの歌なんですが、上を向いて歩こうって坂本九さんが歌った曲、それの平成バージョンというやつでお届けしたいと思います。要するに曲は上を向いて歩こうです。じゃあよろしくお願いします。私福島県本宮市に住んでるんで、東京電力さんから去年8万円と今年4万円いただいたんですね。でそれは慰謝料だってことで、でいつも音楽やってたんですけども、いつもハモってた相方が避難していなくなっちゃったんで、じゃその慰謝料を使ってこの機械的な相方、これなんていうのかな、なんていうんですか、ごめん、ボイスライブ中ということで、島村の機械コーナーで売ってたものを見つけて買いました。で今は3度上の人を入れたんですが、今度はハモリなしでいきたいと思います。でこれはですね、次の曲はケサラという曲で、よくビールの CM ボラーレという曲あるんですが、それのボラーレという曲が優勝した時の音楽祭、イタリアのサンレモというところでやった音楽祭の、ボラーレが優勝する前の1年前の歌でケサラという曲をお届けしたいと思います。平和で美しい国、信じ合える仲間ばかりだけど、明日がどうなることやら誰も馬鹿にはしないさ。ケサラケサラケサラ。
私たちの人生が階段を手探りで歩くようなもの、誰も分かりはしないさ。硬い誓い交わした、心からの友達だけど、背き合うこともきっとあるだろう。誰も分かりはしないさ。けさらけさらけさら、私たちの人生は階段を手探りで歩くようなもの、誰も分かりはしないさ。アモーレミオ、甘いキスした、生まれて初めての激しい恋だけど、いつかは冷たくなって、やきもきするかもしれない。けさらけさらけさら、私たちの人生は涙とギター道連れにして、夢見ていればいいのさ。けさらけさらけさら、私たちの人生は涙とギター道連れにして、夢見ていれば。